はい、次はこれですかね。40ですね。40ってこれ A 州と書きます。これは韓国の、慶尚北道京山北道にある、にあるある地名です。でこの40ってのがこれ地名なんですけども、またこの40って人の名前、特にこの女性の名前多いと思うんですけど、40というね地名でありながらも、40って言ったらこの娘とかその女性の名前なんですね。これをかけたちょっと何て言うんですか、短編のドラマがあったんですよ、ね、それ見た時に、まあ、こういうことが出たんですね、うん、アンソナソダって何でしょうか。ソダ立つだアン否定ですよね。立たない。なんとなんだかなのかって聞いてるんですね、これ。うん、じゃあ立たないのかっていう言い方ですよ。そういう意味でしょ。座ってる。もちろん座っててね、じゃああんたは立たないのって言い方なんですけども、そういう意味もあるけども、日本語と同じように男性が立たないのかっていう、そう同じことがこれ立つっていうことで使うんですよ。これ日本と同じだな。ね、だから。もうある主人公のお父さんがこの若い女性に見向きもしないで、それに対して揶揄したことはお前もう立たないのかと年を食ってというこの話で、本当にこの座ってて立つって今あるし、まあ、いわゆる、ね、男性の性器の話に関してもある、もう同じく韓国でも立つってことを使うと面白いですよね。